はい、皆さんこんにちは。お注射決めていくぜ。ゆっくり霊夢です。はい、マリサだぜ。持久力上げる注射打って何するんだ？そりゃもちろんキラガリよ。とうとう重い腰を上げてやることにしたんだよ。ってことで本日使う武器の解説を頼んだぜ。本日使う武器はクリスベクターだぜ。使用弾薬 9×19mm、装弾数50、連射速度 950rpm、初速 422m/s、低反動高レートの扱いやすいサブマシンガンだな。ベクターは近距離にて最強。って言葉があるけどまさにその通り、高レベルのプレイヤーでも愛用する人が多そうだぜ。しかし高レートなゆえに弾代がえげつないからそこは割り切るんだな。今回使用する弾薬はリップ弾を使うぜ。ボディダメージ102、貫通2、反動プラス20、貫通を捨ててボディダメージに全振りした弾だな。的確に足を狙うことでアーマーやヘルメットをきれいな状態で露覚できるぜ。まあ遠距離戦になったら抵抗すらできないけどな。いかに接近戦に持ち込めるかが重要になるぜ。ってことで総評、弾を選べば近距離はベクターの独壇場。しかし弾を高レートでばらまくのでお金に余裕がないと涙目になるぜ。少しばかり運用するのに費用がいるな。しかしその分戦闘では十分役に立ってくれるぜ。高レートを相手にぶち込め、反撃すらさせずにあの世へ送ってやるんだな。はい、現場からは以上です。またね。はい、ということで初めてリップ弾を使ってみるぜ。うまくいけば傷ついてないキラーアーマー手に入るから頑張ってみます。キラ狩りのタスクなんですけど、ヘルメットは納品済みなのでキラさえ倒せれば OK。 そういや、たまたま倒した PMC が持っていたのを拾ったんだっけ？そうそう、なのでキラ倒した後に死んでもタスク完了なので少し気が楽なのです。よし、キバ前にはいないな。で、今から入るアディック内にもいるらしいので注意します。確かキバ側にいる時があるんだっけ？教えて、インチェの住民の皆さん。ここからが危険だな。いなさそうだけどな。物音一つしないな。注射使ったので最速だと思うけど気を抜くと死ぬからな、ここ。さっさとしないと後続と戦うことになるから、キラいるかだけ見ようぜ。まさかいないやつかな、こいるやん。おーおーおー、今のうちに打ち込めおっしゃ、打ち返してこないから運がいいぜ。周りの足音ないからさっさと回収。それ全部カバンの中にぶち込め、漁るのは後じゃけん。あ、でもポケットの中ぐらいはいいよね。カードキープリーズ。あやっぺ、話し合おう。ヘルメットはあげるから、だからインチェが嫌いなのです。これは一度待つべきだな。はい、まあ一応ね、キラは倒したってことでね。次はスプーマンキルタスクが出たので借りに行きます。まあベクターは持ってきているけど念のためモシンも装備してきました。遠距離戦になったら撃たれるだけだからね。でもせっかくならベクターでやりたいところですが、そこは状況に応じてということで、じゃあ行きますぜ。はい、とりあえず伐採工場の裏手に来ました。ここならもしかすると近接に持ち込めるからね。それも場所によるだろうな。灰色工場の右手にある木材の裏側に出てきてくれればベクターで、そうでなければモシンで仕留めます。一応スプーマンの体力を確認すると、頭62、胸160なので、ヘッショならリプト 7N1 でワンパンです。胸打ちなら2発で倒せるので、数値上ではリップ弾は最適なんですけどね。まあそこまで近づけるかだな。正直厳しいと見ている。一度モシンで索敵を行います。対面の山も見ておかないとね。 PMC が紛れてるといけないので。鎮痛はまだ時間があるね。おやおやおや、これ正面にいないか？ちょっと見てみよう。あ、いるやん。ベクターは？ちょっと今考えてる。ですね、キラやスプーマンでもそうなんですが、1レード目で終わってしまいました。嬉しいのだけどちょっとね。わかるでしょ？やめー。まあまあ、まだタスクはあるからベクターの活躍はそこでね。今はそれよりもスプーマンの鍵を回収しないといけないので、それが優先。倒したところが赤色工場と木材の間なので、隠れながら漁れると思います。ここは強行突破でいきますぜ。あ、その前にモシンを捨てておいて、SVDS と AK 持ちだからな。ささっとポケットを漁りつつ武器を回収します。撃ってくるなよ。隠れれているかわからないけど赤色工場の後ろから進んで車線を切ります。そしてお得意のジグザグ走行で相手に撃たせないぜ。ウッズではジグザグ走行は必須だよな。ほんとどこから狙われているかわからないからね。よし、ここなら安全に漁れそう。工場の裏手にいたら罪だけどな。もうそこは割り切りよ。よし、ポケット早く開いてくれ。鍵がいるんや。よしよしよし、目的は果たしたぜ。撤退。ふう、危ない。目的の鍵が手に入ったのでよきかな。あとはゆっくりと帰るだけです。時間をかけて帰ってきました。次は何しようかね。ではニンニン。グラハーじゃと思ったやろ？さすがにリップ弾で仕留めるには厳しいので、グラハー討伐後に出るレーダー狩りに来ました。ってことでラボに出撃です。最近チーター情報あるから気をつけろよ。まあそうなったら死ぬしかないね。レーダー狩りはエレベーター前でやって装備を剥ぎ取ってうまうましようと思います。ではゴーゴー。ここら辺ばったり PMC と出会うからな。開幕接敵だな。まあ無理はしない。正直 PMC と戦いたくないのでここは引きますぜ。あばよ。
ということでブラブラと時間を潰して戻ってきました。さすがにもういないじゃろ。まだいたらびっくりだけどな。ラボプレイヤーはカードキー部屋狙いだから別ルートで進むと思うけどな。うん大丈夫そう。いつでも帰れるように電源つけに行きますぜ。はい電源つけて、これでレーダー湧いてくれないかな。多分だけどエレベーター先の通路で湧く気がするんだよな。じゃそっちの方向に行きますか。おんおんおん、足音聞こえるぞ。まあ脱出口だから誰かは来るだろうな。おっとこれはやばいぜ。あ、いるわこれ。多分この先の通路かな。エレベーター呼ぶんじゃね。じゃそこを狙うぜ。はい1名様ご案内。この弾のばらまきがたまらなく楽しいぜ。うん、ラボ装備にしては軽装すぎないか。ノンカス SVDS にパカーマー、追いはぎする気だったのかな。さておそらくこの先にレーダーが湧いていると予想しています。いなくね。あれおかしいな。そろそろ湧いてもいい時間だけどな。あと前の扉が開いているのすごく気になる。あやって頼む撃ってこないで。なんで左のやつに撃たれないんだ。いやわからんけど今はありがたい。はいこれで2人ゲッチュ。もう1人ぐらいいないかな。なんか左でゴソゴソしてる気がする。あほんとやん。はいこれでよし。3人分の物資を持って帰れば利益になるでしょ。弾込め終わったのであさりますぜ。おんおん、また PMC じゃねえか。おいおい今来るかよ。くっそ安全に帰りたいのに。ワセリン舐めとこ。よしよし近づいてこい。近距離こそベクターちゃんの力が発揮されるぜ。いらっしゃいませ1名様ご。まさか列勝負で負けたの。ふくうんどんまい。まあまあ今みたいなのはたまに起きるとして、レーダーちゃんを買っていけば利益になるっしょ。諦めない心が大切だよね。強敵に立ち向かってこそタルコファー。おったまにはいいこと言うやん。やっぱさ、最近の若者はすぐに根を上げるからさ、ここは私が率先して不屈の精神を見せていこうかな。ええやん見せてやれよお前の強靭のメンタルを。さあここからが危険だぜ。まずゆっくりと階段を降りて周りの音を聞こう。ふっ、どこかで撃ち合う。あ、はいラボやめます。知ってた。はい、おとなしくリザーブにやってきました。しばらくラボには行かないようにしよう。まあ事故ということで。よしキングは木だから美味しいところ見てから電源つけますか。ではゴーゴー。うん、今回渋いな。あ、CPU ラッキー。今高いよな。まあクラフトで使えるからね。はい、ちゃっと電源つけてレーダーを沸かせますか。はい、これでよし。今からナイトを越えてプラットフォーム側に向かいます。うっとう、ここら辺走るのいつもドキドキしてる。クイーン側から狙撃あるかもしれないからな。ってことでナイトを越えて、目の前の小屋の地下に潜って向かいのバンカーに行きますぜ。はいとりあえず到着。地下でも枠らしいけど正直勝てる気はしません。地上ならワンチャンあるかな。今回は地上で湧いてそうだよな。一応確率らしいから湧かない時もあるらしいよ。さて今回はいるのかな。あ一応後ろ確認しとこ。たまに潜んでたりするもんな。アイルっぽいぞこれ。足見えているんだよな。あんね、やりきれない。あやって人が集まってきたぞ。ちょっと待って車線管理ができてない。フラグ投げてここは撤退。ついでに卵目をしたいからね。同じところから出るのは危険なのでもう一個の出口から覗いてみます。まあ右手にいるでしょう。あんね、どこだ？左から声がするね。あいたいた。まず1人、あとは2人倒せばタスクは完了です。また同じところにレーダーいるやん。しまった思いっきり外したわ。そここからじゃ仕掛けられないので反対側に行きます。関係ない話なんですが走りながらのリロードかっこいいよね。あいつは普通のヒカブちゃんだね。ってことは壁沿いに1人いそう。よしよし、結構順調ですぜ。うん、まだ右手にいるな。フラッシュ投げてきてるな。これ詰めてこないんじゃね。少しだけ待ってみるか。来る様子がないのでこちら側から仕掛けます。2人分の声がしたな。あやっぺこれは下がろう。多分フラグが来るぞ。あっぶね。タスクはこれでよし。でもアサルにはあと1人片付けないとな。よしもう1回同じことやります。はい確認されたからフラグ投げてくるぞ。ほらね。さすがに同じように体は出してこないかな。うん逃げたような気がする。手動いてないやん。当たれ当たれ。そしとめきれない。でも一応当たってるから瀕死だと思うけど。じゃ詰めてみるか。確かこの車の後ろに逃げたような。うめき声は聞こえるね。あんね、いないんだけど。はぁ、タイヤの裏かな。はいこれで殲滅完了。さあここからはうまうまタイムだぜ。うっと SR25 持ってるやん。これはいただいてくぜ。あとはカバンを変えてっと。で最初に倒したやつ M4 やん。60連マグが高いからありがてえ。このリューセックアーマー持ち帰りたいな。カバン整理しますか。
あ、ちょうど誰かレバーを下ろしたみたいだね。あと二人残っているけど安全を考えて帰ってしまいますか。今から PMC が向かってきそうだから悠長に漁れないもんな。まあ二人分漁れたのでよしとしましょう。ではニンニン。はい、というわけで動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価やチャンネル登録をお願いしますね。では皆さん良いタルコフライフを、またね。